東伏見宮頼人新能から1922年6月27日は、日本の皇族、海軍軍人。伏見宮放火新王第十七王子。下には、元水海軍大将、大訓位高三級。日は、土佐藩主、山内豊重三女の八重子。ついで、岩倉智貞公爵長女ちか子。はじめなお、テーマローという。1868年2月。 円満院門後の相続が内定する。ただし、明治維新により実現しなかった。1869年2月、兄宮山品宮明新郎の養子となる。1877年3月、海軍兵学校に予科生として入学する。1884年4月、海軍兵学校を中退し、イギリス留学のために出発する。 1885年12月に、正松宮秋人新王の養子となり、1886年5月に新王宣言を受け、明治天皇有志となりなをより人と改める。1887年7月、イギリスからフランスに移り、ブレスト海軍兵学校に入学する。1890年7月に、ブレスト海軍兵学校を卒業し、8月に海軍将尉に任官する。 1892年2月、帰国する。以後は、海軍軍人として、生涯を歩む。1903年1月、小松宮秋人新王の願い出により、新たに東伏見宮を創設した。秋人新王とは生前折り合いが悪かったようである。日露戦争では、巡洋艦、千歳副長、同、千代田艦長として参戦した。 1911年の英国上ジ,ジ5世の戴冠式に、東郷平八郎、野木マレスケを随員として参列したほか、大日本水産会総裁、日仏協会名誉総裁などを歴任する。横須賀守府司令長官、第二艦隊司令長官を歴任し、1918年7月、海軍大将に進む。1922年、56歳で皇居。 皇居に祭祀大組菊花賞軽職と厳粋の称号を賜った。新納には軽子がなく、東伏見宮は一代で廃絶となった。なお、晩年の頼人新納は、国宮国彦王の三男国秀夫を養子のようにしており、東伏見宮家の祭祀を継がせた。千歳副長としての記念葉書き1918年に、 イギリス海軍を訪問した東伏見宮頼り人新郎1885年、日本にはハワイ王国のカラカウア国王が来日した。外国元首の初来日であった。カラカウア国王は赤坂立宮で明治天皇と会談した際に、いくつかの提案をした。その一つが、明の貝裏に王女と頼り人新郎との縁談だった。国力増強に努めている。 明治新政府にはそこまでの余力はないとして断った。より人新納妃、近古国の宮国彦王の第三王子国秀夫は、1919年により、東伏見宮邸で養育され、新納皇居の際は御沙田によって、葬儀の模試を務めていた。事実上、国秀夫は、養子に近い存在であったと言える。その後、東伏見宮の祭子を受け継ぎ、 東伏見の加盟を賜り親戚降下し、伯爵東伏見国秀となる。国秀夫は後に、京都少年院門跡門主となり、東伏見寺博士と合した。ありがとうございます。